いやー、変なブロッコリーが取れちゃいました。どうもこんにちは、鈴木の湯の鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はじゃーん、はい、ブロッコリーのね、生理障害について紹介したいと思います。はい、ブロッコリーね、生理障害ね、種類が何個かあります。これもそのうちの一つです。でね、ブロッコリーね、生理障害が起きてしまうとね、味が悪くなったり、あとはね、保存がね、短くなってしまったり、あとこういう見た目が悪くなったりしてしまいます。はい、でちょうどね、ブロッコリー今収穫時期だと思います。僕はもう早めにね、栽培始めたので収穫も始まってるんですけども、ちょうど家庭菜園やられてる方にとってはね、今時が、収穫時期だと思います。そんな時にね、こういう変なブロッコリーがね、取れてる方もね、いるかと思います。というわけで今回はブロッコリーの生理障害6つについて、その原因と対策について紹介していきたいと思います。では行きましょう。はい、じゃあまず1つ目、ボゾニングでございます。つぼみがね、ちっちゃくなることです。まあ、つぼみがちっちゃいままそこで成長が止まると、そういう現象です。まあ、原因についてはですね、まあ、見た目見てもらえばわかると思うんですが、株が大きくなる前に、低温に触れてしまったと、つぼみが出るそういう温度帯に触れてしまうっていう時に起きます。まあ、つまりですね、体がまだ全然大きくなってないのに、そういう時期が来てしまって、でつぼみが出てくるんですけど、体がね、全然成長してないんで、つぼみ自体もちっちゃくなる、そういう症状でございます。まあ、なので主に肥料切れであったり、あとね、植え付けしてからの根がね、うまくつかなかったりっていうのが考えられます。ちゃんとした栽培時期にやらなかったので、気温の変化が来て、つぼみが出てしまったということが考えられます。なので対策としてはですね、柵型をしっかりと守りましょうよということ、あとですね、根がちゃんとね、つくように、廊下苗ね、苗として売られててね、ずーっと立ったやつ、時間がね、結構経過してしまった苗は極力植えるのやめましょう。まあ、その前にちゃんと植えましょうよという話と、あと肥料もね、しっかり定期的にやってくださいと、そういう対策が挙げられます。まずは体を大きくしましょうと、そういう話でございます。はい、で2つ目が成形花蕾でございます。はい、じゃあさっき見せたやつですね。はい、これ、まあ、これ結構変色しちゃってるんですけど、取って時間が経ってるんで、こんな感じで見てください。デコボコしてますよね。普通の一般的なブロッコリーはもっと、ね、綺麗な感じじゃないですか、ね、こんな凹凸がなくて、ちゃんとなぜか分かんないけど綺麗な感じのつぼみになるでしょ。ただ不成形花蕾っていうのはこんな感じで、見た目がね、ちょっと悪くなってしまいます。味はそんなに問題ないです、っていうか変わらんです。まあ、あとね、これちょっと収穫してから時間経っちゃってるんですけど、色がね、乗らないっていうのも症状として出ます。緑のとこだったり、ちょっと黄色っぽかったとこだったりっていうのがあって、まあ、とにかく見た目がすごく悪くなるっていうのが不成形花蕾です。原因としてはですね、気温が高いことによって、成長が追いつかないことによって起きます。まあ、だからね、近年ね、温暖化の減少で、まあ、残暑が残るとかそういうのがありますけど、まあ、そういうのも原因の一つです。まあ、ただね、高温だけがね、原因ではないです。まあ、成長が追いつかないということで、すごい水はけが悪い畑であったり、あと肥料一気に上げすぎちゃってもなります。なんで対策としては、まず柵型をしっかりと守ると、まあ、早巻きとかで早植えとか、そういうのをしないと。まあ、あとはですね、さっきボトニングでも言ったんですけど、廊下内を植えない。まあ、廊下内を植えるとね、とりあえず根の活着がね、悪くなるんで、極力廊下内は植えないようにしてください。あと肥大期、つぼみがでかくなる時期に肥料を一気に上げない。まあ、それとですね、水はけが悪い、水が溜まりやすいと、一気に根からね、水分と栄養吸収しちゃって、こんな感じになってしまうことがあるんで、水はけを良い、均一な畑にしてください。続いて3つ目、リーフィーです。ちょっと今ね、実物がないんですけど、うちの畑でも1個取れました。それがこちら。じゃん。まあ、こんな感じで、つもびの中に葉っぱが出てくる。そういう症状です。で、このリーフィーになってしまいますと、味がちょっとね、落ちます。えぐみが出るっていうのが正しいかなと思います。で、これもね、さっきの理由と似てて、高温に当たる
特にあのつぼみができ始めてきた時に高温に当たるってなるとこうやって葉っぱがニョキニョキと出てきます。まあ、それと窒素のやりすぎ、肥料の中の窒素分、それをやりすぎるとこういうことが起きます。なんで対策としてはさっきとほぼ一緒で、まあ、柵型をしっかりと守ってくださいということと、あと肥料のやりすぎに注意してください。やる量とかは僕 あのブロッコリーの育て方の動画を見てください。まあ、通常は2週間に1回のペースで肥料ね、追肥をやっていくんですが、心配な方はですね1ヶ月に1回で量もその半分、少しずつ作物の様子を見ながらやっていくっていうと失敗が少なくなります。続いて4つ目です。キャッツアイです。はい、4つ目、キャッツアイです。はい、これだけなんかかっこいいですね。はい、でね、キャッツアイっていうのは、まあ、単純に言うと花蕾の不揃いです。まあ、見た目が悪くなるんですけど、まあ、正直そこまでね僕悪いとは思ってません。はい、はい、キャッツアイはねなかなか出ないんですけど、うん、こんな感じです。わかりますかね、ちょっと黄色っぽいとこありますよね、こんな感じで。はい、これがキャッツアイです。まあ、こんな感じでね、ちょっと黄色っぽいところが猫の目にように見えることからキャッツアイと言われてます。通常がこっちね、なんか均一的でしょ。でこっちはなんかちらほらと黄色いところがあるという感じです。味はね変わらんです。まあ、こういう現象ですね。まあ、これも見た目が悪いとされておりますが、私は気にしてません。まあ、これに関してはね、原因と対策はもうほとんどボトニングと一緒です。というかなんかあのボトニングと相関関係があるらしいです。まあ、主には根の活着不良、あの初期生育不良が主な原因と言われております。なんで原因と対策としては柵型をしっかり守ること、それと肥料切れが起きないように、しっかりとね肥料をやっていくということが挙げられます。はい、じゃあ5つ目です。ブラウンビーズです。ブラウンビーズはね厄介ですよ。つぼみがね枯れるんですよ。これに関してはねちょっとどうしようもないというか、本当にまあ生理障害、ザ生理障害って感じです。原因としては、まあ、高温や乾燥などのね外的ストレスが原因です。まあ、ただねこの近年かなり気温が高くなってますね。残暑がね続くとかなるともう結構どうしようもないところがあると思います。一応前にねそういう外的のあの環境ストレスに強くするっていう資材も紹介してますけど、気になる方はああいうのも使ってください。一応確かね家庭菜園用のやつも出てるんで一応リンク貼っときます。ただそういう資材とか使わずにどうにかするっていうことは基本的に難しいです。はい、外で育ててる以上ね。なんで、まあ、そういうのが起きそうだったらもう早めに収穫するしかない。あれつぼみがまだそんなに大きくないのに黄色くなってきたなって思ったらもうすぐ収穫です。まあ、気になる方は資材を使ってください。でなんとかそういうのなしでやる方は早めに収穫って感じです。はい、で最後6つ目、空洞症でございます。これも家庭菜園やられてる方にとってはね結構嫌な症状です。ちょっとね今実物がないんですけど、この茎の部分ね、ちょうどこういうちょっと濃くなってる部分あるじゃないですか、ここが空洞になるっていう症状です。原因としてはこれはまあ肥料のやりすぎであったり、あと高温とかね、まあ、そういうのが関係してます。というのは成長がねあの追いつかない、中の成長が追いつかなかったっていうことですね。気温が高くてあと肥料もねたくさんやってた場合、中もねしっかり詰まってこうやって成長していくんですけど、ただ成長がね早すぎてこの外側から成長していってしまったと、ということで中が空洞になってしまう。これが起きずじゃあ何がいけないのっていうことなんですが、早く腐ってしまいます。腐りが早くなる、まあ、保存が長く効かないということですね。まあ、それとですね普通に中が空洞になっちゃうんで軽くなってしまいます。軽くなってしまうんで収量が落ちるということにもつながってしまいます。なんで、まあ、ダブルで嫌な、そういう症状ですね。まあ、これは大丈夫なんですけど、大丈夫じゃなかった、これ不整形花蕾だった。なんでこの場合は、まあ、高温に関してはどうしようもないですが、あの肥料やりすぎには注意してくださいねということと、あとね水はけもよくしといた方がいいです。まあ、ちなみに豆知識ですけど、スーパーであのブロッコリー安売りとかでやってると大概ねここ空洞になってたりします。まあ、それかこういう感じでデコボコであったりとか、
そういうのが多いです、はい、ただデコボコは多分弾かれるからあんまないんかな。ただ僕がねスーパーでよく気にして見てるとここが空洞のやつが多いです。まあそういうのはね保存がねあまり効かないんで買う側は注意してください。すぐ食べる分には OK です。はい、という感じでブロッコリーの生理障害の紹介でございました。はい、あとはねあのブロッコリーのつぼみがあの紫色になってしまうっていうのも一応生理障害なんですが、それに関してはちょっとどうしようもない、どの野菜にも言えることなので、はい、低温に当たってしまった時に自分を守るぞっていう感じであのアントシアニンっていう物質を出すんですね。でそれが紫なわけなんですよ。なんでまあどうしようもないといえばどうしようもないです。まあそれに強い品種をやっていただければいいかなって感じです。今僕が育ててるのが、夢響きっていう品種で、確かアントシアニンの発生も少ないそういう品種でございます。はい、まあ種とかのパッケージのね裏見たらそういうの絶対載ってます。アントシアニンの発生が少ないとかね、いいところは絶対書いてますんで、はい、あの種のね裏のパッケージをしっかりと見てください。はい、でちょっと今品種の話が出たんですが、その今紹介したその生理障害でいくつか強いとされている品種があるんで、それだけ最後言って終わりにしようかなと思います。はい、何やつもあるんですが、1個目のボトニングですね。これに関してはグランドームっていう品種がまあいいですよと。なんでだったっけな、低温に鈍感とかそんな感じだったと思います。まあ、なんでボトニングに関しては低温に鈍感って書かれてるブロッコリーを買ってください。まあ、リーフィーとブランビーズに関してはサマードームっていう品種ですね。はい、まあ、暑さに強い品種です。ブランビーズね、高温や乾燥のストレスが原因なんで、サマードームっていうのがとりあえず暑さに強い、まあ、名前の通りサマードームですから、暑さに強いんでそういうのがね多いっていう方はサマードームっていう品種をやってみたらいいかなと思います。まあ、そんなぐらいかな、ちょっと数少ないですがそんな感じです。まあね、せっかく作ったねブロッコリーがねなんかわけのわからん症状になったら、ね、嫌じゃないですか。病気はもちろん嫌ですけど、こういう生理障害っていうのもね起きうることなので、しっかりと対策してまあ美味しい、見た目もいいブロッコリーを作っていきましょう。てな感じで今回終わりたいと思います。この動画参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。